こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。お、SSR 来る。ニューユニバースだ。まただ。SSR だ。ニューユニ二つ目。ニューユニは初登場ですね。農園で収穫できるわよ。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。はい。何でしょうこれ。でも優秀にチケットガチャって。どこで使うんでしょうね。ちょっと聞いてよ。株券開けてみましょう。ニューユニバース。お、今回新しく手に入れました。これですね、なんかクエストっていうのがついてますね。いや、合成。SSR はたくさんありますね。どうしたの？ストバ大事は482キロですね。もう一周。馬券？勝ち負けじゃなくて夢を買うと思えばいいんじゃないかしら。なるほど。うん、いい感じじゃない？嬉しそうね。
体がなかなか上がらないです。知ってるかしら。いい感じだわ。嬉しそうね。ショートケーキ。京都記念も良かったですよね。まあとはいえ少なくても3周は調教しなければなりません。知ってるかしら。例えばこの2月を4周ですと、まあ、フェブラリーステークスとかダイヤモンドステークスがありますだと悪くはないんですけどね。まあ、ここはあの翌週の中山記念を、中心にやっていきたいと思います。元気いっぱいね。私と？もっと、いい感じじゃない？嬉しそうね。じゃあ中山記念出しましょう。よしとみさん、何か用？文句なしの出来ですね。1.4 倍ダントツを一番人気、グリグリです。やっぱ大択リーバーが対抗になりそうですね。じゃあ大択リーバーの単勝を10枚ぐらい買っとこう。で他黒三角がついて AP グリードも穴になるってことか。じゃあこれでいきましょう。です。中山記念です。戦の名馬がここから始動しました。各馬が飛躍を誓う伝統の重賞であります。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ユーアミラークがかわしていきました。そしてその後ろからダイワカーリアン、外から1頭カタノニキボツ、それから離されまして5番 AP グリード、大宅リーバー、それから1番アメリカンボス、9番センターフレッシュ、名称王道6番エリシンプレストン、それから11番ダイワテキサス、その後ろ3馬身くらいあってアドマイヤカイザー、そしてそのうちに8番上天ブレイブ。もう一度先頭に戻りましょう。4番カタノニキボツがレースを引っ張るようになりました。ダイワカーリアンがそのうちにいます。差が開いてユーアミラージュ、そして4番手に5番 AP グリード、その外12番ダイタクリーバー、そしてその後ろからアメリカンボス、9番センターフレッシュ、内から1頭7番名称王道、6番エイシンプレストン、11番ダイワテキサス。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。大歓声に迎えられてカタノニキボツ先頭、先頭柴里カタノニキボツ、さらにうちダイワカーリアンが、さあ先頭はカタノニキボツが2馬身リード、ここでは負けられない。カタノニキボツ頑張る頑張る、柴里とカタノニキボツ、大宅リーバが2番手カタノニキボツ、1着大族を嘲笑うかのような逃走劇であります。馬身1分の2分の1馬身差、カタノニキボツ G2 中山記念勝利です。当然の結果ね。また中山得意ですね。このまま多い。3着6番。まだまだ次があるわよ。
私大人だからな、別に何を改善することはないからな。気合十分ね。当然これになるでしょうね。うん、いい感じじゃない。何かよ。嬉しそうですね。これって結構影響あるのかな。知ってるかしら。竹話。今1680持ってます。まだまだですね。買えるには惜しい。狙いはこの SSR チケットかな。これが2000です。セブランクか。券交換所があります。さあ SSR を交換するわけには。SSR クラスしか交換できないですね。私は喜多方くるみ、よろしくね。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。ご存知ですか？86キロですから要求できますよね。期待できそうですね。嬉しそうですね。3月4週ですね。もちろんドバイ出すことできますが、おすすめなのはこれ大阪杯ですね。そんなに強いメンバーではなさそうな感じ。いけるんじゃないかな。これ自分取りたいですよね。ご存知ですか？別荘が体重増えた。気合十分ですね。これビールなんですけど。いい感じですね。あ、4月1週ん次が、そうですよ、4月1週ですね。日経賞もあります。そういえば、大阪へ出しますけどね。見違えるようです。適正の無体重ですね。さあ、大阪へ出します。え、なんかメンバー変わってない。ちょっとこのメンバー勝てないだろ。
ということで今回逃げます。いや逃げない、オペラ王と戦う。相手が悪いような気するけどな。吉富さん何かご用でしょうか。せっかくステップレースに中山記念取ってるのに大阪杯使わないのはどうかな。一番人気です。え、一番人気なんだ。オペラ王強いよな。投票受付を開始します。がですね、アグネスフライト、アメリカンボスあたりが人気ですね。578が人気か。例えばウィニングポスト92021ではですね、和田龍二を乗せ続けることでオペラ王に絆が上がって、能力もなかなか高まるみたいなんで、その当時の和田龍二の実力以上が出せるんで、オペラ王乗せると弱体、オペラ王に和田乗せると弱体化問題が結構解決してるらしいですね。オペラ王の活躍楽しみです。ウィニングポスト92021のですね、動画も、ゲーム動画で1個で上げてますので、ぜひご覧ください。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離を決定戦であります。スタートを切りました。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。先手を取って肩の日没サイレントハンターがそのうちにいます。サイレントハンターがいるんですよね。それから両ビッグバン8番アメリカンボス、それからダイヤモンドアグネスデイサル、それから1番ナイタブリーバー、外から1頭アドマイアボス、それから足毛の馬体東方ドリーム。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー差が開いて2番エアシャカール、そしてその後ろから10番ロードクロノス、一番後ろにアグネスフライトでやります。もう一度先頭から順番に参りますと順位が入れ替わっておりまして、先頭はジョービッグバンであります。注目の肩の日没と柴田騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そして3番手にサイレントハンター、ちょっと離されまして8番アメリカンボス、そのうちアグネスデイサル、テイエムオペラ王が並んでいます。1番ダイタクリーバ、それからもう1頭アドマイアボス、そしてその後ろから東方ドリーム、ちょっと離れて2番エアシャカールであります。ロードクロノス、アグネスフライトはしんがりから行っております。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。肩の日没大歓声も後押ししているぞ。かわすかかわすか、肩の日没が先頭に立った。 DM オペラ王が差を詰めてきた。ムチが飛んでいる。 DM オペラ王ここでは負けられない。肩の日没 DM オペラ王が襲いかかる。並ぶか並ぶか。 DM オペラ王1着、5番 DM オペラ王、一番人気の肩の日没が2着。わーい、やはりオペラ王は強かった。いまいちだったようです。そうなのかな。一着レースを終えた馬が戻ってきました。ということで何かご用でしょうか。ゆっくり休んでほしいですねってやってます。やっぱりなかなか勝てないな。2着とか多くて、
ご存知ですか？そういえば粗大水槽でサメを飼うとは。何言ってるのかよくわからない。ご存知ですか？あ、1分切ってますね。そういえば、カスタ記念が良さそうな感じですね、このまま行ったら。そういえば、回数の一つお手です。その三種はまだ早いな、宝塚記念には。この種はビクトリアマイルの種です。安田記念とかありますからね。帝王賞もありですね。エプソ、三種足すと普通に安田記念になると思うけど、距離がどうかな。はい、というわけで次の戦いを見据えてってことになる、なりますね。ブラックホーク、帝王賞はマキバスナイパー。こっちがまあ組みしやすいといえば組みしやすいですけどね。やっぱり怒涛オペラ王が出てきますので強いです。はい、ということで中山記念は勝利しまして、大阪杯はオペラ王と一騎打ち、最後オペラ王に完成点2着でした。果たしてこの馬先行きはどうなるんでしょうか。まだまだ小馬鹿になって活躍する馬なので伸ばしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。これまでにプレイしたスターホースポケット動画もプレイリスト説明欄に記載してます。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。